6時36分、舞浜駅です。夢の国の住人、ディズニーランド入園待ちの様子をお届けしたいと思います。今日はですね、明けましておめでとうございます。2024年1月の2日です。今年もよろしくお願いいたします。でこちらですね、いつものように配置マップですね、位置関係わからない方確認してみてください。それと、新しく入園待ち基礎知識徹底解説動画作りましたので、新ゲートも載っています。こちら久しぶりに来園される方、初心者の方参考にしてみてください。それではいつものように駅側から行ってみたいと思います。6時38分、駅側です。橋の上はまだ待機列できていません。こちらのピクニックエリアの方だけです。ただですね、最近ちょっとピクニックエリアの方に並ぶ人数を、朝の段階でちょっと増やしているので、まあまあいますね。こちらですね、橋の上にはまだいない状態です。今パーク来られた方、手荷物検査は多分7時過ぎぐらいに始まると思うんですが、2、30分ぐらいで、30分はかかんないかな、20分ぐらいで手荷物検査通過できる感じだと思います。6時42分、ハッピーエントリーです。こちらが先頭で、中庭の方に並んでいますが、まだ全然中庭の奥の方までは行ってません。100人かもうちょっと150人くらいの街だと思います。まあ、これなら全然10分ぐらいで入れちゃう感じです。今日ちょっと少なめですね、ハッピーエントリー。こうやって油断してると駐車場がやばいんですよね。6時44分、駐車場側です。うわすごい、これやばいですよ。これはやばい。ちょっと最後尾行ってきます。最後尾来ました。立体駐車場のところちょうどぐらいですね。すごいなこれ。ただまだちょっと隙間が、人と人の隙間結構空いてるので、でも4、50分かな、4、50分待ちぐらいになってる感じです。豆知識で、お話ししている6時46分の、リゾートライン到着です。これが来るとハッピーエントリーが急激に増えます。この電車が来る前にもし並べたら並んだ方がハッピーエントリーだいぶ早めに入れます。サイドステーションです。東京ディズニーリゾートオフィシャルホテルへお出迎え側です。こちらピクニックエリアの方ですね。で橋の上に並んでいる方が、こちらが先頭で、ここですね、バスに降りる階段のちょっと過ぎたぐらいのところまで行ってますね。でここからだと、8カ所ゲートが開かなかったら40分待ちぐらいですかね。でもさっきね準備してたんですよ。そうするとこの橋の人を、8カ所じゃないですね、6カ所の新ゲートですね、6カ所の新ゲートの方にこの橋の人たちを流す可能性がありますね。でもしそうなった場合、ここに並んでる人って6時半過ぎぐらいに来てる人たちなんですよ。でこちらの方はもっと早い時間に来てるので抜かしちゃうことになるんですよね。ちょっと豆知識ご紹介します。これ今手前のゲートは、みんなすぐ入りたいのでそちらに行きたがるんですよ。でこの一番奥のゲート行くと人が少ないので、奥のゲートまで行った方が早く入れます。6カ所の新ゲートの方に流し始めましたね。これをやると例えば6時に並んでる人を6時40分に並んだ人が抜かしていくことになるんですよね。
よくクレーム来ないな、はい、こちらのピクニックエリアの方の最後尾にいる人たちってまだ多分20分ぐらいは待つと思うんですよ。国家所の新ゲートに行った人は6時40分ぐらいから並んでたと思うんですが、その人たちが一番先頭で入れちゃうんですよね。こちらで例えば5時とかに並んでた人と同等で入れちゃうってことになります。おかしいですよね。でとりあえず6カ所の新ゲートの方に流した人たちの後は、ピクニックエリアの方に流していますね。こちらですね。でここから先は、キャストさんの指示でどっちか流すという形になっていくと思います。7時10分ハッピーエントリーです。7時7分ぐらいに手荷物検査スタートしました。でこちらがですね、もう、中庭の奥まで行って折り返してきて、こちらの、ディズニーランドホテルの角のところまで来てますね。もうこのすぐ目の前のところが最後尾です。多分もう300人ぐらいいますね。まあ、これでも多分20分ぐらいあれば手荷物検査は通過できると思います。今ハッピーエントリーとりあえず、こちら4カ所のゲートのみで手荷物検査しています。7時14分駐車場側です。もうすごいことになってます。ここが1時間待ちのラインですね。それからもうここまで来てます。今日どこまで行くのかな。もう1時間10分15分ぐらいの待ちになってると思います。いや、遠方からの方の勢いすごいですね。これは大変ですよ、はい、一応こちらですね、駐車場側から駅側に移動する場合のマップ載せておきます。それで何かしらの理由があるなら致し方ないと思うんですが、これ移動しても5分とかかりませんから、もうこちらに並ぶ理由は僕はないと思います。何かの理由があって並ぶなら仕方ないですけど、こっちで1時間10分待って、駅側行けば20分ですので、この50分損する理由がないと思うんですよね。絶対駅側行った方がいいです。まあ、年末年始の間はこんな感じになると思いますよ。7時50分駅側ですが、もう列いません。箇所ゲート側、もうこれすぐ手荷物検査ですね。でこちらがピクニックエリアですね。当然橋の上にも誰も並んでません。ピクニックエリアも、もうこれ一番奥のゲートなんてもう人いません。今、1組2人来ただけですね。手荷物検査0分待ちです。一番混んでるゲートでもこれですね。こっちはいません。ちょっと駐車場側の方から6カ所の新ゲートの方に少し回すんじゃないかな。じゃないとこれ大変すごい差ですよね。これやばすぎますよ。8時少し過ぎてもまだロッカーは一応開いてます。コインロッカーはまだ開いてるみたいです。8時5分、ハッピーエントリーも、いなくなりましたね。ゼロです。今やっぱりですね、8時7分ぐらいですね。駐車場側から流してきてますね。すごい格差ですからね、これ。いや、本当こっちに並ぶ意味ないですよ。やっと少し流してきたかなって感じですね。ただまだそんなには来てないかな。一応最後尾見てきます。画面上が手荷物検査ゲートです。ずっと並んで、ここが1時間待ちのラインでここまで来てます。今多分1時間15分20分ぐらいの待ちだと思います。でただ少しあのゲートの方をですね、駐車場専用のゲート以外のところに少し流し始めたので、多少進みは良くなるかなと思いますが、ここが手荷物検査ゲート、この先なんですよ。なので、
今この後ろに最後尾並んだ方ずっと来て、これ全部損するってことですからね。一応それをご理解の上で並んでいただきたいと思います。もう絶対駅側です。8時18分入園ゲートです。今日ですね、今8時15分にハッピーエントリー入園開始ですね。それで、一般は8時30分に入園開始になると思います。で今日豆知識ちょっと ご紹介しますね。今日分かりやすいので、最近ちょっとハッピーエントリーをですね並べるスペースを減らしてたんですが、今日たっぷり取っているので分かりやすいので説明します。まあ、ここスペース空いてますよね。ここはハッピーエントリー専用の並ぶ列のところですね。でここもスペース空いてます。こちらですね、ハッピーエントリーがいたところなんですよ。それで、ハッピーエントリーはもう8時15分から入園してますので、今前が空いている状態です。こちらもですね。でここの列はここ空いたので、もう少しすると前に進みます。なのでここの最後尾の人とここの最後尾の人は、同じ位置に今いる状態ではないということですね。この方は前に進めます。多分この辺まで来れます。こちらの方はこちら前ハッピーエントリーではなく全部一般なので、普通に並んでいくしかない状態ですね。なのでここの列の後ろに並ぶ、今ここが一番早く入れる状態にあります。でこちらは駅側も一緒なんですが、駅側はここのスペース分この列は前に来ます。ただ駅側って飛び出してる人が多いんですよ。ここですね、ハッピーエントリーのとこ早いよっていうのを知ってる人が駅側の人は多くて、駐車場側のが少ないんですよ。なので今一番早く入れるのはここということになります。多分もうすぐですね、ハッピーエントリーに空いたスペースですね、こちら移動しますね。あ、今動きましたね。こういう感じで進めるんですよ。そうするとこの今一番最後尾のいる人たちもこのぐらいまでは来れるんですよね。このぐらいなので、ここが並ぶのが一番お得ということになります。はい、8時30分です。このハッピーエントリーのゲート完全に駐車場側で使い始めました。まあ、それでも40分50分ぐらいかかるんじゃないかなと思います。でこちらの6箇所の新ゲート、ここは駅側のゲートですね。もうここにいる人たちだけです。今いるの5分で入れますね。5分待ちの状態です。9箇所のゲートですね。もうこちら0分ですね。0分待ち。ここもういませんから、今並んでる人が。こっちの入り口の方は少しいますが、奥まで来たらもうすぐ入れます。こういう感じでですね、ディズニーランド入園待ちの様子をお届けしてきました。強めに駐車場側をやめて、駅側の方を押して説明したんですが、ですね、これがですね一応リアルな情報です。で、僕は入園待ちをお伝えするときに台本も何もありません。見てそのまま思ったことを話している感じです。時間など、並んでいる人数などですね、それももうそのままそっくりそのまま、撮影して、皆さんにお届けしているという状況です。なので、これだいぶ参考にはなると思うんですが、駐車場側じゃダメですかとかですね、結構質問あるんですよ。で、並んでいただくのは全然自由です。どっちに並ぶかはもう本当お好きな方に並んでください。ただ、夢の国の住人は一応リアルな情報を流していますので、そちらをご参考にしていただいて来園していただきたいというのがあります。なるべくですね楽しい時間過ごしていただきたいので、皆さん情報は結構大事ですから、いろんなところでですね、集めて
なるべく楽しい時間過ごせるようにしてください。それでは今年もですね、よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。